どうもーはい。だいぶ体調が戻りました、えー。2018年7月12日木曜日ですね。では、いきます。僕の病み上がり中の結果ですね。はい。病み上がり中の結果ー。はい、えー。こちらですね。病み上がり中。<laughs> えー、こんな感じで、まあ、しょぼいっちゃしょぼいかもしれないですけ、ね、ど、ただ、うん、ちょっと弁解言わせていただくと、 まあうん、10分ぐらいでこれぐらいなんで,で、こっちは10分かな。メインの方はね、うん、メインの方は1分とかなんでい、メインはね、1本とかしかアップしてないんですよ。ちょっとメイン行きましょうね。メイン、まあ、単価が下げられた方。はい。これ1本なんですよ、こっち。だこっちのアカウントは1本の動画だけでこれぐらいです。 これが0.2円アカウントだったらね、ちょっと前はこの 0. ここら辺はね、0.2円だったんですけどね、この1日1万2000とかね、1万5000とか、2万とか言ってる場合は、これはここら辺が0.2円だったんですけど、下げられまして、まあ10分の1になってます。あこれがね、えまあ0.2円アカウントだったら、1本の動画でまあ5000円以上は言ってるんじゃないかなと思うんで。 まあ、アカウント自体が結構育ってるんで、うん、まあいいんじゃないかなと思います。まあ、これから検証して、この単価がですね、戻る、戻ってくれば、うん、展示回数ももうちょっと1000万回いくんで、あとはフォロワーが増えるのと、展示回数増えて、まあ様子を見て、えー、このアカウントも、えー、育てていきたいと思っております。はい。ということで、まあ、こっちのメインの方は結構その、 トップバズってその過去のうーん映像はあんまり再生されないっていうような話だった話かなと思ったんですけどある程度チャンネルが育ってくるとまあまあ再生はちょっとはされるって感じですかね全くされないってことはないかなっていう、はい、まあ1本の動画アップ、まあ、その1本の動画はバズってるわけじゃないですけどそのこれ全部過去の動画から再生が上がってるんで。 ということでこれからも検証の方を続けていきますありがとうございます